めちゃめちゃ多いぞ今日。こんな感じっすわ。さあそしたら設営の方していきたいと思います。はい、今日は DOD の、ファイヤーベースです。ずっと貼ろう思って全然貼れなくて、あったかくなってから貼ってもあんまり面白くないんですけどね。あの薪ストーブインストールできひんから。薪ストーブインストールできるからこれを買ったんやけどね。まあいいや、とりあえず今日はこれでやっていきたいと思います。長い首が出とるぞ。めちゃめちゃでかいな。びっくりした。専用のシートがあるから楽っちゃ楽やけどね。ありがたい。一応グランドシートは引きましたけどね。 3×4 かな。よし。いやめっちゃ面白い形やで。これ面白いな。いいな、これ楽しそう。
はい、大型家具だけは入れれたので、ワンズを下ろしたいと思います。なかなかかっちょいいやん。今日はウッドです。テーマはウッドなのででハンモック履く。一応寝袋入れましたけどね。よし、これでなんとかいけるかな。それでは椅子に座りゃええのにな。やっぱり地べたなの。それちょっとあの高さ調整せなあかんから、一応ピコグリ持ってきましたけど、ちょっと作るあのクラフトやります。じゃあどれだけの長さでどれだけの高さを作ればいいのかな。センターこれだ。よし。
焚き火台で楽やなあ。あっという間に火つくわ。めっちゃ便利。全然違うな。直火でやる方がよっぽど時間かかるわ、こんなの。とりあえず火が起こりました。これに、じっくり焼きたいから今日は炭使います。で3キロほど持ってきましたけどね。はい、どうも。やっと喋れるわ。そしたら丸鶏1匹、800g 買ってきたので、これにちょっと味付けて、鶏1匹、おいい感じやんか。よし、こうしといて、とうとうスノーピークのケトルが潰れたので新しいの持ってきました。ちょっと大きくなったでしょ。ほらいいやんこれ。こんな感じ。これからこれにを使っていきたいと思います。お世話になります。さすがにもうあれ無理やったわ。ここが外れてもうどっかここが缶が外れてね、まあ、どっか行っちゃったから、これならいけんちゃう結構。よし、これからはこれがポットになります。新しいポットやとなんか嬉しいね。早く飲みたい。じゃあ1個で1リットルいけるもんね。ありがたい。皿のケトルはいいね。安いけどなこれ。ソロ。いいよこれで十分や。いやもう1個買ってんね、スノーピークのやつ。この間新しいの買ったんですけどね。とりあえずこっち先買ってたからこっち先使ってしまおうと思って。イーグルプロダクトのやつも使いたいんですけどね。ね、よし、おお天気がいい、夕焼け、ほいよ。それでは初めてやるからな、どうなんのかね。どうすればいいの。とりあえずこれでこうあるでしょ。でどうしたらいいかな。これをとりあえず突っ込むんでしょ。でこうやってここに刺そうかな。でけた。こうこんなんでええんかいな。もうちょっとこう広がらないとダメじゃない。こういう感じで。よし。およし。こういう感じ。どう。これでうまいこといくかね。まあまあやってみてお楽しみやな。よし。はい、それではねセットできたのでスイッチオン。どうこれ。取り回ってんで面白え。これでうまいこと焼けるかな。さあ楽しみやな。多分2時間とかかかるんじゃない。遠火でじっくりいこう思ったら電池持つんかな。単一2本の一応ここ単一2本入るようにはなってるんですけどね。あっこう上ポコって開けたら単一が2本入るんですけど、替えの電池は持ってきてないからな。ちょっと火力上げた方がいいかも。鳥が回る。まあ綺麗に焼けるね。素晴らしい。これカリッとパリッと焼けるよ。
しい、これ面白いわ、見てて楽しい。ゆっくり回転してくれるから、おお、いい感じだね、ジューって。これはうまいぞー。感じて回っとりますね。もうええぐらいじゃない、結構カリッカリまで来てるけどな、もうちょっとかかるかな。食べたかって、めっちゃなんか美味しそうな売ってたの、絶対美味しいよね、高かったもん。ほら真っ赤っか、絶対美味しいって。カリカリベーコンこの上に置きたいけどな、います。今ちょっと無理やから、まあちょっと彩り良くなったじゃん。以上。あとはごまどれがあるからそれをかけて食べたいと思います。さあどんな感じやろ、もういい、ほんまにええぐらいかな。外してみよっか。ご飯がもうちょっとして炊けるんだよね、もうちょっとだけやっとこうか。なんか、中までいってなかったらショックでかいし、漫画肉みたいな、こうやってこうやって、あのさ、いや、やってみたい、やりたくない、こう、あっち、よいしょ、よっ、よっしゃ、ええ感じになったんちゃうん、これ、おお、これどう？めっちゃいい匂いしてるけど、よっしゃ、ほれ、どうこれ、ま、めちゃめちゃうまいぞ、皮パリパリや、いいやろ、ご飯炊けて、ちょっとお湯沸かし中ですね、まあ、順次食べていきます。もう、はこ、めっちゃ甘い、これ最高、めっちゃうまいぞ、これ超うまい、うまっ、めっちゃうまいぞこれ。まあ分かってましたけどね、鳥一匹なんか食えるわけでもなく、手足食ったらお腹膨れました。なのでこれ潰してワンズにあげたいと思います。はい、ごちそうさまでした。サラダとご飯を食べたよ。あ、美味しかった。満足じゃ。満足もな。とりあえず、ちょっと洗わなあかんからな、味ついてるからね。ちょっと洗って、で、味落としてから、ですけどね。はい。では、ごちそうさまでした。今日はスペシャルメニュー。美味しそうやんか。よかったね。おい、スタート。おいしいっしょ、今日は。外も片付いたので、
マクダイにこもりたいと思います。今日ライブ中継せなあかんからね。よいしょ、さあゆっくり、そしたらゆっくり したいと思います。みんな入っといでよ。はい、ライブも終わりましたので、ワンズボンも、眠いさあそれでは寝たいと思います。お疲れ様でした。見えへん、逆光でおはようございます。もう帰ります、雨がちょっと、病んでる間に片付けて帰りたいと思います。でははいやそれでは帰ります。お疲れ様でした。もうドロッドロ最低。では、さあ帰ってきたけど大変やぞ。あれ全部補さんと車にかけよう。なんとかかかりました。しんどし、これで乾かして片付けたらおしまい。ドロ家中砂だらけになるわ。ワンズにもくっついてるからな。ではお疲れ様でした。